かちゃんの放送が聞けるのもあと数日か。せっかくだし校内清掃の日が終わっても続けてもらおっか。そうなったら楽しいと思いますけど、それは本人に聞いてみないことにはちょっと。初めはどうなることかと思ったし、途中なんか変なノリになった時もあったけど、最後はいい感じになってよかったよね。ですね。ロッカちゃんの放送って誠実さと一生懸命さがたくさん伝わってきますから、生徒のみんなの関心も高まってるし、校内清掃の日はきっとみんな真面目に掃除してくれますよ。だね。もしもあのまま盛り上がらなかったら、いっそ大会にしちゃおうかなって思ってたけど、必要ないみたいだね。大会って何ですか？大会は大会だよ。どのチームが一番綺麗に掃除できたか、みんなで競い合うの。一番綺麗にできたチームがピカピカひなちゃん賞と豪華景品をゲット。ピカピカひなちゃん賞？優勝ってことですか？そうそう。それで景品は、学食1年間食べ放題券とか。そしたらみんな頑張って掃除するでしょ？そんなのダメですよ。なんで？そっちの方がモチベーション上がらない？確かにモチベーションは上がりますけど、でもそれだとみんな景品目当てになっちゃうじゃないですか。いいじゃん。ダメなの？だって校内清掃の日は本来生徒たちの清掃意識を高めるための行事なんですよ。景品があるとその日だけの盛り上がりで終わっちゃうっていうか、みんなの意識向上につながらないのは良くないと思います。それにほら、自分たちの場所を自分たちで綺麗にすれば、なんだか学校に愛着を持てる気がしませんか？なんで自分たちで掃除するとその場所に愛着が湧くの？関係なくない？それはその手をかけた分だけ好きになれるっていうか、なんというか。まあいっか。結局ロッカちゃんの放送が良くなったから大会にする必要もないしね。それにしてもなんであんな急に良くなったんだろう。本当突然変わったよね。確かにそうですね。何か秘訣があるのかも。いやあ、二人とも少しいいかい？あ、カオルくんだ。入って入って。仕事中にすまないね。今度の演劇部の定期公演について必要書類を提出しに来たのだけれど。はい、確かに受け取りました。今日中に確認しておきますね。ああ、よろしく頼むよ。あ、ねえねえ、カオルくんは知ってる？ロッカちゃんの校内放送急に良くなったでしょ。あれってどうしてだと思う？おや、どうやらロッカちゃんは生徒会長のお墨付きをもらえたようだね。なら、もう安心だ。もしかしてあれってカオルくんのおかげ？そうなんですか？ついこの前まで私とマヤが彼女に演技指導をしていたのは事実だよ。けれど私がやったことといえばほんの些細な手助けだけさ。あとはロッカちゃん自身の頑張りが生み出した結果だよ。なるほど。カオルくんとマヤちゃんが協力してたんなら納得だよ。緊張で震えていたあのロッカちゃんが自分の力で新たな自分を見つけ出す。ああ、なんて儚いんだ。新たな自分か。校内放送ってそんなに大変なことだったのかな。なんかピンとこないな。思ったことをズババーンって言えば大体は盛り上がるでしょ。それはひな先輩ぐらいだと思います。きっとひなならば特に考えずとも楽しい放送ができてしまうのだろうね。しかし
十人十色、百人百様という言葉があるように、ひなにはひなの、六花ちゃんには六花ちゃんの儚さがある。そして何を儚いと思うのかも人それぞれ。つまりはそういうことさ。そっか、確かにそうかも。やっぱカオルくんって面白いな。ひなにそう言ってもらえて嬉しいよ。シェイクスピア曰く、この世は舞台、人は皆役者。瀬田カオルという役者を楽しんでくれているのなら、これ以上に幸せなことはないからね。わあ、出た出た、カオルくんのシェイクスピア。これが聞けたから今日は超ラッキーだよ。今日という日が君にとって素晴らしいものであることを願っているよ。それでは必要書類は確かに渡したよ、つぐみちゃん。はい、受けたまわりました。演劇部の公演頑張ってくださいね。ああ、任せてくれ、必ず期待に応えてみせるさ。うんうん、次もみんなをルンとさせちゃってよ。楽しみにしてるね、カオルくん。